このチャンネルはもこもこの魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は悲劇、やんちゃなグレーの子猫、先住猫と喧嘩でトライアルはキャンセルとなりましたとね、残念な動画のタイトルになってしまったんですけれどもね。この走り回ってる子猫が生後5ヶ月ぐらいなんですけれども、ハリーくんって言いますよ。もう元気いっぱいでね、とっても可愛い子なんですけれども、トライアル先のお家にもね、ハリーくんと同い年ぐらいの子だったんですけれども、ちょっとね気が強い子で、毎日喧嘩というかね、だんだんエスカレートしていってね、キャンセルとなったようなんですよね。でもね、人のことは大好きで、とっても穏やかな子なんですよね。それに特に、ね、猫ちゃん同士喧嘩をする子ではないので、まあ、やっぱりね、新しく来た子ということでね、喧嘩を吹っかけられてしまったのかなという気はするんですよね。すごいね、無邪気にね、よく遊ぶ子でしょう。で、隣にね、子猫ちゃんとかが来てるんですけれども、特に怒ったりとかねしてるわけではないのでね、ちょっと今ね、自分からぶつかりに行ってましたもんね。で、おもちゃとかもね、本当は遊びたいんですけれども、子猫ちゃんが遊ぶと譲ってくれたりとかする子ですので、まあ相性が合わなかったのかなっていう、そういう気はするんですよね。残念。まあこれだけね、可愛くて人懐っこくてね、猫ちゃんも好きな子だと思うのでね、またすぐに決まるかなとは思っているんですけれどもね。まあ順番待ちもね、できる子ですからね、もう大丈夫だと思います。で、またね、去勢手術はしてないようですので、まあ、またね、去勢手術をすると落ち着いてくるかなとも思いますからね。これからもっとね、多頭飼育向きな子になっていくかなと思いますよ。で、またこのジャンプ見てると可愛すぎるでしょう。かわいい。よく走ってくれる子ですね、本当に。今回のお店は新大阪付近、阪急JR 淡路駅近くにある保護猫カフェ森の猫屋さんです。他の子とも一緒にね、遊べる子ですね。ちょっと移動してみましょうか。近づいては来てくれるんですけれども、ジャンプしたりとかはしないかな。飽きてるわけではないでしょうけれどもね、やっぱ近くになるまではね、遊ばないかもしれないですね。ちょっとフローリングで滑ってるのかな、この子は。あれ、もう終わった。やっぱ猫じゃらしが好きなんだね。やっぱね、お気に入りの猫じゃらしがあるっていいですよね。あらあら。この茶白さんはね、生後3ヶ月のピノ君って言うんですけれどもね、ピノ君がね、持ってると、ね、譲ってましたよね。あげてみましたよ。走ってくれましたね。いい子だな、この子は。あ、どっか行っちゃった。またどっか行っちゃう。さあ、近づいてみましたよ。それではトンネルで振ってみますと、また走ってきてくれましたね。よく走る。やっぱ元気いっぱいだな、すごいよ。トンネルを立ててみましたよ。お、ピノ君はすぐに入ってきたか。ハリーくんはどうかな。ハリーくん慎重な子なのかもしれないですね。見慣れないことをするとね、遊ばなくなりますね。さあ、ちょっとね、離れて床を擦ってみようかなと思っているんですけれども、こっちを見てくれてますよね。走ってきましたよ。やっぱりこう走るのも好きなんだな、この子は。さあ、ブランケットの中に入れてみましたけれども、他のおもちゃが気になってるかな。走ってきてはくれないか。で、近づけてみると遊んでくれましたね。あ、でも別のおもちゃが気になってるかな。いいですね。あ、ようジャンプするわ。かわいいね、ハリーくん。なぜ刺してもくれてますね。穏やかな子だ、本当に。で、やっぱ今はおもちゃがいいのかな。
このちょいちょいするのも可愛いね。どっか出た？お待たせしてきてくれました。いいですね、いい表情するなこの子は。膝に乗ってきてくれたりではしないかな。モフモフモフ、あ、移動しちゃいましたかね。さあ近づいていって壁に擦ってみます。やっぱジャンプしてくれたよこの遊び方が好きなんでしょうね。めちゃくちゃ可愛いわこれね。えいいですねこの遊び方。もうやめた？他の子が来たうんね、どっか行っちゃったな。ちょっと疲れてきたのかもしれないですよ。他の子もいっぱい来てるな握手。あ、コテンになりましたね。ちょっと疲れたみたいですね。じゃあね、モフモフしていこうかな、じゃあ。やっぱやんちゃやなねえ。かわいいね。あ、コロンってなったよ。あ、また遊びたくなったのかな。あ、走ってるね。いいじゃないですか。あ、ジャンプした。なんだすごいな、この子は。元気いっぱい。いいジャンプしますよね。まあ、これだけね、可愛い子ですしね、元気なんで、すぐに里屋さん見つかるかなとは思うんですけれどもね、早く見つかってほしいな。遊び方が可愛いんですよ、この子は。で、全然攻撃性ないですよね。いや、本当に穏やかな子ですよ。ハリー君はね、人のことも大好きですし、猫ちゃん同士との距離感もね、分かってるかなっていう気はするんですよね。今回はね、トライアルはね、キャンセルになりましたけれども、たまたまね、相性の悪い子だったっていうだけでね、本来はね、すごく一緒に生活しやすい子じゃないかなと思っておりますのでね、ぜひね、気になる方はお店の方にご連絡くださいね。皆様いかがだったでしょうか。ハリー君、本当に可愛い子でしたよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ森の猫屋さんでした。